はい、こんにちは、こうきです。今日の動画は、ジムで来てたら思わず二度見される僕のおすすめフィットネスウェア5選ということで話していきたいと思います。日本のフィットネスウェア、海外のフィットネスウェア、まあいろんなブランドアパレルがある中で、まあ5選に、ね、収まりきらなかったんですよ。まあ20個も30個もいいなと思うウェア、もう20個30個は持ったわ、10個ぐらいはまあかっこいいなと思うアパレルっていっぱいあるんですけど、まあ、結局ねその10選とかでやっちゃうと、じゃあどれを結局選べばいいのってなると思うんで、僕の完全に独断と偏見のフィットネスおすすめウェア、おすすめフィットネスウェア5選で今日は喋っていきます。フィットネスウェアを選ぶときなんですけど、まあ、金額を見て決める人もいれば、品質を見て決める人もいれば、まあ、誰が着てるのかとか、いろんなね要因があってそのフィットネスウェア決める風にしてると思うんですけど、今日は人と被りたくない、このテーマで決めたフィットネスウェアを5選話していきます。なので、まあ、とにかく安くてかっこいいものを探してるとか、まあ、人と被ってもいいけどとにかくおしゃれなものがいいみたいな人は別の動画を見てください。僕のこの動画は役に立たないです、はい、ジムで他の人と被りたくないウェアを探している人にはこの動画はすごいおすすめだと思います。ということで前置きはこの辺にして早速いきます。第5位、ヤン LA。 このウェアはね、まあ、LA って書いてある通りロサンゼルス発祥のブランドなんですけど、日本でこのウェアを着ている人は僕は見たことがないです、まあ、僕も持ってないんですけどずっと欲しいなと思ってるブランドです。ジョン・スカイウォーカーっていう、まあ、僕が大好きなそのフィットネスモデルとか、ナイル、なんて読むかちょっと分かんないんですけど、この人ね、あのインスタとかで多分見たことある人も多いと思うんですけど、この人がそのヤング LA のスポンサーをやってるんですけど、まあ着こなしがおしゃれでね、かっこよくてね、もうこの人たちが着たらこんな風になれるんじゃないかって思わせてくれるような、そんなブランドで僕はこのヤング LA っていうのをすごいおすすめしますね。被らないですよ、これは見たことないと思う、うん、今は円安でね、やっぱ海外からこれ輸入しないと買えないんで、ちょっと買い物のハードルとしては高いんですけど、そこを乗り越えちゃえば日本ではこうジムで来てたら、そのガチで鍛えてる人たちは、え、あいつヤングエリア来てんのみたいななると思うんで、このブランドはおすすめです。でね、第4位、ピボット。ピボットアパレルっていうのかな、これは日本発祥のブランドで、ジムで来ている人もちょこちょこいるんですけど、あのバンキッシュフィットネスとかジムシャークとかね、まあ、ダルクスポーツとかそういう超有名ブランドとかと比べると、フィボットを着てる人は、まあ、僕の肌感では少ないのかなと思います。っていうのはね、ちょっと高い、値段は高いんですけど、デザインがすごいおしゃれで、すごい海外に寄せたようなその形作りみたいな感じに作ってあるので、まあ、日本っていうそのとても手に入れやすい環境だけど、あの日本らしくないといった意味では、まあ、このフィボットアパレルは僕はかっこいいかなと思います。まあ、これも持ってないんですけどね、一着もまあただウェブサイトとか見てると結構かっこいいなと思って、いつかは欲しいなと思うブランドの一つです。はい、第3位、アイコンアムステルダム。これはね、昔僕が動画の中で紹介をしたことがあるんですけど、そのパンツ専門のブランドなんですよ。でデニムも扱っていれば、まあ、こういうフィットネスウェアも扱ってて、まあ、フィットネスウェアって言ってもズボンだけなんですけどね。そう、まあ、これはね実際に僕が履いていたんですごい分かることなんですけど、まず品質がすごく良かったです。で1年とかその洗濯をしてても全然よれてこないし、こういうウェアってこう足首がキュッとしててね、あの脱いだり履いたりするのが結構大変なんですけど、チャックのおかげで楽に履いたりすることができるっていう、僕的には好きな、ブランドですね。まあ、色も結構派手というか、この赤のやつなんか特にめちゃくちゃ派手で、まあ、ジムで着てる人を見たことないですね。いや、あるか、1回だけあるな、1回だけあるんですけど、まあ、あとは僕がこれいいよっておすすめして買った子たちが履いてるのを見たことあるぐらいで、外で あの人アイコンアムステルダム使ってんじゃんみたいなのは見たことないです。なので、まあ、デニムとデニムじゃないや、まあ、デニムが欲しい人もそうだし、普通のトラックパンツとかを探している人にもおすすめしたい一品ですね。まあ、これも海外からの直接輸入なんで結構購入の敷居は高いですけどね、まあ、手に入れちゃえば他の人と差別化できるんでおすすめです。第2位がナイキ。ここに来てナイキかよとね思わないでください。ジムに行くとね、もうイケてるフィットネスウェアってバンキッシュとか、まあ、さっきも話したね、そのジムシャークとかダルクスポーツって思ってる人が結構多いんですよ。だからこそナイキは意外と被らないっていうことに僕は最近気がつきました。そう、
まあ、みんなさ、その YouTube とか見てね、 YouTuber のアパレルを着たりとか、まあ、クロノスとかもそうだよね、クロノスリフトとかを着てる人多いんですけど、結局あれはいいブランドだけども被ってしまうんですよ、他の人と。でもね、ナイキは意外と被らないです。そう、まあゼロではないですよ、もちろん。もう日本中に売ってるブランドなんで着てる人も多いんですけど、やっぱジムにいるガチ勢たちが意外と一周回ってナイキは見落としがちかなと感じるんで、僕はナイキをおすすめしたいですね。まあでもナイキでやっぱありきたりなデザインを選ぶと、その被ってしまうんで、ちょっとこう派手めの色とかを選ぶと、ナイキなのに全然あいつナイキっぽくないやみたいななったりして、一目こう置かれるというか、まあ、そんな感じがするんでおすすめです。はい、衝撃のラスト1位がドゥルル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 バン、キースネット。はい、もうね、僕のチャンネルを長いこと見てくれている人はわかると思うんですけど、メトロンブログが大好きです。はい、でメトロンブログさんのキースネットっていうブランドがあるんですよ。アクセサリーとかも出てるんですけど、そこからウェアも出ています。これがウェブサイトなんですけど、もう T シャツ1枚1枚がもう宣伝されてた、めちゃくちゃおしゃれです。フィットネス YouTuber のアパレルなんで被るんじゃないのかって思う人もいるかもしれませんけど、意外と着てる人は見ないです。なのでおすすめです。まあ日本で買えるし、あの購入の敷居も低いっていうところから見てもおすすめだし、まあ何よりこの服を着てるとね、あの、まあ、メトロンブログのその運営してる人テサーさんって言うんですけど、まあ、テサーさんみたいになれるかもしれないって一瞬でも思わせてくれるあの興奮、もうね、それはやっぱその人が作ってるブランドを着ないとわからないあの興奮ですよね。ちなみに僕はね、今このブースター3ドっていう、そう、これもキースネットのやつなんですけど、もう今はね売ってないです。これはまたね再販してほしいんですけど、で、おまけなんですけど、まあ、このね青色っぽい、この青とオレンジの、まあ、ちょっと変わった宇宙服みたいなやつ、これはもうフィットネスウェアではなくて DPLS っていう、ディープライフスタイルロサンゼルスっていうブランドの服です。気になる人は概要欄にリンクというか、あのウェブサイトを貼っておくんでチェックしてみてください。これも海外からの取り寄せなんで、ちょっと買うのは敷居が高いんですけどね、まあそんなに難しいことじゃないので、なんかどうしても人と被りたくないっていう僕みたいなひねくれた考えを持ってる人は、ぜひ世界中のいろんなところから取り集めてみてください。そんな感じで今日の動画はジムで来てたら思わず二度見してしまうフィットネスウェア5000の紹介をしてみました。皆さんも、自分がこだわりを持って着ているアパレルとかもしあったら教えてください。そして、ずっとね、まあ、口で言ってなかったんですけど、インスタグラム、ツイッターやってます。フォローと、あとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。こんな動画が見たいよとかあればコメントで教えてください。それでは今日の動画は終わりたいと思います。さよなら。